はい、皆さんこちら吉田のりまさです。いつも YouTube、Facebook、アメブロ、メルマガいろいろ見ていただいてありがとうございます。今日ご紹介したのはですね、こちらですね、バシン。二層仕立てのプリッツ。ストロベリー&カスタードなんですね。こんなのがあるんですよね。新商品だと思いますけども、開けてみたいと思います。これ、金額がですね、どこですか、金額は。108円か。108円ですね。よいしょ。なんかね、少ないね。こんなもんなんですよね。なんか、袋物ってそうですよね。なんか、袋の割にはなんか少ねえぞ、みたいなね。わかりますけど、40グラム。40グラムですね。江崎グルコスでございます。中に入って、ここに、わかりますか？なんか明る、こういう感じですよね。チーズタラ、みたいな感じですね、これ。ほら、この角度チーズタラ、これ。まあいいんですけども、ストロベリーカスタード、まあいや、いただいてみたいと思います。はい、いただきます。なるほどね。これ、だからどうなんだろう、中。いちごって、どうなんすかね。なんか、お菓子とか、まあ、ドリンクしても、まあ、アイスにしても、いちごってやると、もう定番みたいな感じで、何々のいちご味って言うとですね、間違いないみたいなね、定番商品みたいなね、感じあるんですけど、実際は、いちごの何かって、そんなにどうなんすかね。いちご自体、いちごそのものは美味しいかなと思いますけども、いちごのなんかっていうのは、私的には、なんか、どうなのかな。なんかこれも、だったらプリッツだけでいいかな、みたいな気がしないでもないんですよね。どうなんでしょうか。好みですね。完全にね。わからん。好みです。多分味覚ですね。味の好みだと思います。はい。ということで、今日ご紹介いたしましたのは、二層仕立てのプリッツということで、まろやかなカスタードにイチゴを添えて、ストロベリー&カスタードでございました。はい、ありがとうございます。